イチジク属はクワ科に含まれる属である。ラテン語名からフィクス属、日本では慣用的にフィカス属とも言う。約800種の植物が含まれる。木本また葉つる植物で団体から熱帯に分布する。傷をつけるとゴムを含む乳液が出る。属名のイチジク属は和名である。学名ではフィカス、またはフィクスと言い、イチジクに対する古いラテン語名に由来する。熱帯を中心に生育する種が多く、日本でも南西諸島に多い。日本に産する12種のうち、本土には5種あり、あとはそれ以南に産する。雌雄同種あるいは雌雄一種で、高木になるものから低木、またはつる性の木本になる種もある。つる植物になるものは、日本ではイタビカズラやオオイタビなどがある。低木になるのがイヌビワである。他のものは高木になる。本州南岸にアコウが自生するほかは、より南に生育する。イチジク属の植物のキコンアコウ、ガジュマルなどは木の枝から空中に根を出す。キコンは伸長して地面に達すると、そのまま幹状に発達する。ガジュマルでは、キコンが自らの樹皮の表面を這い、幹と融合して奇妙な外観を呈するようになる。幹から離れた枝の部分から出たキコンが地上に達すれば、複数の幹を持った樹木になってしまうこともある。カルカッタ植物園にあるベンガル菩提樹は、幹が500本もあるが、すべて一つながりで、その差し渡しは300メートルにも及ぶ。ある意味では、世界最大の樹木である。葉は普通5正し、葉縁は全円であることが多いが、稀に鋸歯状、または浅い切れ込みが入る。葉柄の基部には2枚の托葉が合着して、蝶芽を包んでいるが、すぐに落ちてその後に枝を一周する葉根ができる。花は非常に特徴的で、単性で、花序の軸の部分が肥大して、壺状になった内側に小さな花が多数ついて、一軸状花序を作る。その受粉には特定の蜂が関与していることが多い。果実は肥大した花序軸に囲まれた一軸状花である。一軸属は、締め殺し植物を多く含む属としてよく知られている。果実を鳥やコウモリが好んで食べ、糞と共に種子が岩や高木の上に落とされて、そこから発芽することがある。その場合は、当初は着生植物として成長する。根を下ろして、その気根は宿主の樹木の木肌に張り付いて、自らの根で覆い尽くし、やがては冠も覆ってしまい、ついには気根は宿主の幹を締め付けて、ついには宿主となった樹木を枯らしてしまう。最後は、自らは気根から発達した幹によって自立してしまう。熱帯のイチジク属に多くの例があり、沖縄でもアコウやガジュマル等が赤木や木馬をヤシの仲間等に締め殺しをかけているところを石灰岩地の森林や街路樹等で見かけることができる。イチジクの果実共通の特徴はその特殊な花序にある。イチジクがイチジクと言われるように、この仲間は花が咲かずに唐突に果実を生じるように見える。もちろんそんなわけはないのであって、実際には果実に見えるものが花序なのである。イチジク属の果実に見えるものは、その先端にへそがある。この部分には、狭いながらも内部への通路が開いている。果実状の部分の内部には空洞があり、内側の壁には柄を持った粒状の構造が密生している。これらはすべて花である。つまり、果実状の構造は、茎の先端に花が一面に並んだものを、茎の部分が広がって、花の面を包んでしまったようなものである。このような花序を、インアタマ花序、あるいはイチジク型花序という。花そのものは単一の雄しべまたは、雌しべのような単純な構造である。この花序には、イチジク小鉢という寄生鉢が生活しており、花に産卵して、そこで成長する。成虫の一部が、他の花へと移動する際に花粉の媒介が行われる仕組みである。したがって、寄生鉢は花を加害するが、受粉を助ける役割も果たすので、両者は相利共生の関係である。イチジク類は、その種ごとに花粉媒介させるイチジク小鉢の種が決まっている。イチジクやイヌビワは、ガジュマルなどは花序を枝先につけるが、アコウやギランイヌビワでは、太い幹の樹皮から短い枝が出て、そこに果樹がつく。一見すると、木の肌に直接果実がついているように見える。このような花や果実のつき方を環生花と言い、温帯に生活する者から見れば奇妙であるが、熱帯の樹木には往々にして見られる姿である。食用する果実で有名なのは、古くからイチジクが世界的によく知られる。イチジク以外に、カノウを食用とするものでは、台湾などで、寒天イタビが寒天状の清涼飲料水を作る原料に用いられたり、乾燥した果実は、マナ卵と称して販売されている。日本に自生するイヌビワ、イタビカズラなどの果実も食用可能である。インドゴムの木の樹液は天然ゴムの原料にするため栽培されていたが、より生産性の良い東大グサ科のパラゴムの木にとって代わられている。観葉植物としても利用され、インドゴムの木やその他本属の植物をゴムの木と称して流通されている。その他、観葉植物として利用される主な種に、ベンガルボダイジュ、フィカスベンジャミナ、ガジュマル、オオイタビ、インドボダイジュなどがある。観葉植物の原種は意外に高木になるものもある。例えば、インドゴムの木やベンガルボダイジュは30メートル、カシワバゴムの木は10メートルにもなる。インドボダイジュインドゴムの木熱帯に広く分布し、日本では南ほど種類が多い。以下に代表的なものを記す。日当たりの良いところを好む性質があり、観葉植物で利用される種は、日本でも5の10月に、戸外での管理が可能で、直射日光下の方が、葉色が美しくなる。ただし、いきなり直射日光に当てると葉焼けを起こすことがあるため、徐々に慣らすことが寛容となる。ある程度の日陰にも耐えるが、室内栽培であれば、窓辺の明るい場所や、時々日光に当てる方が良いと言われている。斑入りの園芸品種は耐陰性が劣り、強い日差しは避けて、軽く遮光された室内の明るい場所で管理するのが望ましいとされる。栽培適温は15摂氏30度の範囲とされ、種類によって耐寒性に違いがあるが、冬越しにはおおよそ摂氏8度以上は保った方が良いと言われている。成長期は5から9月で、この時期に植え替えや水やり、施肥を行い、冬場は控える。また、高温乾燥期には、大気中の湿度を保つために葉水を与えても良い。鉢植えの場合、パチに回った古い根は切り取って、半分ほど排水性の良い用土にて入れ替えをして、植え替えられる。秋になって室内に取り込むときに、伸びた枝が大きくなりすぎて困る場合もあることから、伸びすぎた枝を夏場のうちに切り戻して手入れされる。繁殖は挿し木。または取り木によって高温期に行われる。大型の種は取り木で行う方が無難で、枝の細いものやつる性の種では挿し木の方が向いている。病害虫は貝殻虫、ハダニがつく時があり、スス病を併発したり、高温多湿期には葉に褐色の斑点が生じる炭疽病が発生することがある。ありがとうございます。